次にアプローチで手で合わせてしまいますというご質問についてなのですが手で合わせてしまうのは手でやはりこう上げてしまうような動きの人が多いので実際これでも打てなくはないのですがこのように打っているとフェースの向きが大きく変わって本来同じような当たり方をした方がいいのですがその時の感覚で右だったり左だったり高かったり低かったり。 いろいろなボールが出やすくなってしまいますのでなるべく,手,がく手はフェースがまっすぐ当たらなければいけないので手元の形クラブの形が変わっていない生ま体だけ動かして当てていただいた方がクラブの角度が維持されやすいです。でその時に注意するのが、まあ、このように大体この辺の体の近くに上がってくるのですがこのように体が動いてこの位置に来ているのと。 体が動かないで同じ位置に来ているのだと場所は同じなのですがクラブの動き方だったり入り方が違う動かし方になってしまいますのでなるべく体が動いた分でそのままボールを捉えているような形で打っていただく必要があります。でそののたために必要なのが体だだだけけ状態を起こしていただいていい角度だけ なるべくまあ腰ぐらいの高さあ、まあ、やや低いぐらいにしてもらって体だけ回していただいてそのまま下の方を見ていただくと前傾が少しつくので,であとはそれを反対向きにしていくっていうような練習をしていただくと比較的ボールに手で合わせるというよりはただ体を元に戻して体が右を向いた分の。 左向きになる分でこうボールを打てますのでどの位置になっても同じところでこう体を回して打てるように練習していただくと上げて腰を回して下を見て前傾を作ってそのまま体を回してあげるっていうような練習をすると手で合わしにいけませんので。 その感覚を同じようなところに上げてコア,アプローチを練習していただくと比較的手で合わせるっていうような動作がなくてボールを打てるようになりますのでそういうイメージで練習していただくと比較的アプローチがスムーズに体が動いて同じような球を続けて打てるようになると思いますので注意して練習してみてください。